んも、今回もやっていきますよ。前回のあらすじ？いいじゃないですか、そういう話は。さて、今回のお相手は、ダイブマン。どうやら、ミサイルを飛ばすのが大好きなフレンズらしいです。が、基本的にバカらしく、たまに自分もミサイルのように飛んでいってしまうらしいです。ウィキで見ました。水中ステージってジャンプ力が高くなって楽しいんですが、絶対に天井に針を設置してやがるんですよね。お、クジラだ。トリルミサイルでも撃ってこいや。それはいらねえ、やめろ。嫌な感じの敵配置ね。でも、初代は、無敵時間中でも、針に当たると死んだけども、ウーからは大丈夫になったのよね。そうそう。順調に動画がアップされているとして、何かしら、見ている人から非難やら何かがあったとしてもね。動画をアップする前にすでに先の動画もすべて作り終えているからどうにもならないんですよね。実に平和なステージだなぁ。この穴、すっげえ怪しいけども、死ぬ気で落ちるかあぶね。やったぜ。なんか取ったぜ。そうそう、前回の予告で、明日の上通の、ハリマをダイブマンに見立てて出しまえたがね。原作のハリマオは、ロープをバネに、航空力学を無視して真横に突っ込んでくる必殺技を使ったんですが、アニメ版だと、さすがにひどいと思われたのか、削除されていたんですよね。ですので、ダイブマンに見立てたけども、ダイブマン感は皆無なんですよ。明日の上通は、いい作品ですねー。おすすめは、レオンスマイリー戦ですかね。あとは、ホセとジョーの乗馬対決はなかなか必見です。基本的な筋道は原作通りなんですが、人間関係は、世界線が違う感じで、きっと賛否両論なんでしょうが、原作を知ってからアニメを見ると、なんだか胸のつっかえが取れる感じがします。何事もなくボスに到着しちまいましたね。情けない。とりあえず、体力が少ないんで、こいつの行動パターンを学習しておきましょうかね。単細胞のバカですわ。やべえ。バカだけど、火力が高え。
大ブレンダンの旗のもと、多くの仲間が集結、神名の無謀とも言える作戦が始まろうとしている。要塞型顔面、大岩山の乗っ取り計画である。しかし、いろいろあって動揺するシモン。そこに駆けつけるのは、やはり神名の兄貴。お前のそばには俺がいる、お前を信じろ、俺が信じるお前を信じろ。次回、第6話、アバよ、ダチコー。お楽しみに。